アンディ・ファルマンは、フランスの航空パイオニアである。イギリスの新聞社のパリ特派員の息子として、フランスで生まれたイギリス人で、はじめ画家の勉強をしたが、後に自転車レースの選手、自動車レースの選手になった。1907年に、ボワザン兄弟のボワザン機を購入して、弟のモーリス・ファルマンと共に、パリ郊外石入レムリノーの軍事協連用の草地で、 当時のヨーロッパの長距離飛行の記録771メートルを立てた。1908年5月29日、自ら設計した航空機にヨーロッパで初めて乗客を乗せた。弟モーリスと航空機製造企業ファルマン、航空機製造を設立した。1914年のモデルは第一次大戦中は偵察機として使用された。ファルマンゴリアと彼の会社の飛行機。 ゴリアとは最初の長距離旅客機で1919年2月18日にパリ・ロンドン間の定期航空をはじめ民間航空旅客輸送業へ参入した。ファルマンは1930年代まで主従の飛行機を製作していたが1937年のフランスの航空機産業の国営化に伴い引退した。日本において最初の航空機の飛行を行った機体は グラーデ太陽機と、この1910年製のファルマン機、アンリ・ファルマン号であった。操縦は、徳川義徳大尉が行った。代々木連兵場と、陸軍所沢飛行場において、試験飛行が行われ、これが、日本航空の発祥とされている。現在では、跡地の代々木公園では、記念碑が、所沢航空記念公園では、航空発祥記念館が立っている。 所沢では彼にあやかった洋菓子、ファルマンが作られている。ファルマン通りなど、その名を冠した名称も多い。2015年には、アンティークの航空機部品インテリアの販売業を営む、孫のピエール・ファルマンが来日し、アンディ・ファルマン機が保存されている、航空自衛隊イルマ基地のおさむ大記念館を訪問した。ありがとうございます。